慶応義塾大学の牛場でございます。私の方の話はもう少し、神経科学という分野からその、障害の方の問題に対して照射をして、切り口を作ってお話をしていきたいというふうに思います。私自身は理工学部の教員をしていますけども、医学部の方の教員も兼任をして、毎日2つのキャンパスを往復しながら、特に運動の障害を克服するテクノロジーの開発というのをしておりまして、今日はその紹介をさせていただきたいというふうに思います。で、私が主に研究をしているリハビリテーションの分野で、というのは今までの医療の経験の積み上げによってできてきたような、一つの医療領域になります。で、私自身はリハビリテーションという医療の言葉を組み合わせてリハビリテーション神経科学という学問を作りたいというふうに思って研究をしていますが、その医療の世界にあるリハビリというのを考えてみると、やはりいろんなケースの積み上げによって、こういう場合にはこんな治療をした方がいいだろう、こんな患者さんにはこういうものを使ってもらった方が便利になるだろう、そういうような経験則を積み上げてきて、一つの医療体系ができてきたような、そういう歴史がある分野です。これはリハビリに限らなくて、いろんな診療科医療の世界というのは、そういうようなバックグラウンドがあるというふうに言えます。ただ残念なことにリハビリの世界では主観的にその状態を捉えるというようなことがどうしても多くて、それからその脳や神経の疾患によって生じた障害であっても、それに対して、原因療法としてそのものを治療するという方法がなかなか取れなくて、手だとか足だとか、その運動の障害、感覚の障害に対して、療法士の方が、手足にアプローチをして、つまり末梢に対してアプローチをして治療をしていこうと、そんなような流れがあるわけです。で、私自身は神経科学という言葉を使って学問を使って、主観的にあるいは経験的に作られてきたリハビリテーションを、理論体系化させていきたいということや、主観的に行われてきたことを客観的に、定義し直したいということや、末梢から手足にアプローチするというだけではなくて、脳そのもの、つまり我々の体自身をコントロールして、コントローラーである中枢脳そのものに介入するアプローチを考えたい、そんな方向を新しく作っていこうということで、リハビリテーション神経科学という学問を提唱したいというふうに思って研究しています。で、こういう分野がこれから少し前半ではこういう分野がどんなトレンドの中で、位置づけられてきたのかという流れをご紹介したいと思いますけども、こういう神経科学に、おそらく詳しくない方もいらっしゃるかと思いますので、我々がどんな道具を使って研究しているのかということをまず紹介したいと思います。で、我々自身は医者ではないですし、外科医もありませんから、脳そのものを直接開けて、そこに介入していくということは当然できません。しかし理工学部ならではのというか、そういう神経科学ならではのアプローチを使って、間接的ながら脳の状態を見たり、あるいはそこに対して介入を与えたりということができるような時代になってきているわけです。で、どういう道具を我々の研究室で使っているかというと、上段にありますような、電気的な脳活動を計測する電極を貼って、こういうアンプを使って大体、数マイクロボルトぐらいの、つまり乾電池の電圧で換算すると100万分の1ぐらいの小さな電圧を、高感度に増幅するような脳波計を使って、脳活動が起きたことに伴って生じる電気的な活動を頭の皮膚表面から計測するような方法を使ったり、ここにちょっとカーブしているケーブルっていうのは、これは光ファイバーですけども、光ファイバーを使って頭の内部に対して近赤外、赤い光を照射して、その反射、脳の中を通って反射してくる光をまた光ファイバーで取ることによって、脳のどこの部分で脳の血流が変化したか、こういうことを測るような光トポグラフィーという血流代謝応答を測る方法なんかを使って、間接的ながら脳のどこでどのタイミングで活動が起きたかを計測することができます。で、こうやって観察するような方法だけではなくて、脳そのものに対して直接刺激を与えて応答を見るような方法っていうのも最近よく使われるようになっています。
驚かれるかもしれませんけども、こういう技術っていうのは医師だけではなくて我々神経科学者も割とよく使うような方法なんですが、まあ、こういう頭の上に、8の字のコイルを乗せます。でコイル自身は皮膚にくっつく接触するわけではないんですけども、そのコイルの中に大電流を流すと、まあ、磁場が発生しますが、磁場は頭の中を通り抜けることができるので、その磁場によって脳の中に渦電流という電流が発生します。これはもう物理の法則なんですけども、こういう方法を使うことで脳を開けずに外から磁場の力を使って脳内に電気刺激を与えることができるという、そういう方法です。で道具はこんな風に大きなコンデンサーをこう積み上げたような、そういう装置、こういうのから電流をコイルの中に流すことで頭を刺激する。で 脳に刺激を与えて体がどう動くかとか、それから認知の仕組みがどういうふうに変化するか、こういう応答を見ることによって脳の状態を計測するという方法を使います。で、体の我々私たちは特に運動とか感覚の研究をしていますので、実際に我々の手とか足、そういった身体運動がどのように動いているかというのを精緻に計測するような、こういう人が乗り込むようなロボットを使って、身体運動がどういうような、形で動いているか、動作しているかということを定義をしたりもします。このように脳を見る、それから、まあ、刺激する、そして起き生じている体の動きを計測する、まあ、見るというような、そんな道具を使って我々の体の動きというのが脳のどんな働きによって生まれているか、こういうことを計測するわけです。でそれだけではなくて、まあ、病院と提携をしながら、こう普段は医療で使われている MRI という装置を使って、脳の活動をこうイメージングするような、そんな手法なんかも使っています。で我々は、これまでの5年間、それからまた今年度新しく立ち上がった文部科学省の脳科学研究戦略推進プログラムという研究の中で、こういった機材などの充当をいただきながら研究を進めています。で我々の研究室はこんな感じで、学生が多くて20人ぐらいの理工学部の学生たちと一緒に研究しているんですけども、その活動の内容をちょっとご紹介していきたいと思います。でこうやって、まあ、我々の身体の運動、特にまあ脳がどういうふうにその体をコントロールしているかっていう学問は、一つの切り口でその歴史的な流れを見てみると、これまでの研究っていうのは、まあ、やはり脳の活動そのものを測る方法があまり、発達してなかったということもあって、そこから先の部分ですね、脊髄だとか筋肉の信号だとか、体自身が関節の周りでどういうふうに動いているかということを、まあ、計測して、体が どういう仕組みで動いているかというのを、まあ、物理の応用物理的な考え方で、まあ、捉えていくというようなアプローチがある。でそういうデータの積み上げによって、まあ、こういう入力が腕とか足とかに入ったら体はこんな風に反応するよっていうのを、まあ、モデルで書いていく、まあ、これいわゆる制御理論的な形で、モデルしていくというようなアプローチだとか、そういったモデルに基づいて外骨格ロボットを動かしてあげて、まあ、体が動きにくい、状態の時にモーターがそれをアシストして滑らかな運動が生成されるように制御すると、まあ、こういうようなアプローチが、まあ、一つの切り口で見てみると、大きな研究の流れになっていたわけです。ですからこれまでの研究は脊髄とか筋肉の骨格とか、それに伴って発生する運動、それからそれをテクノロジーによってアシストする、まあ、そういう研究の流れが大きな流れとしてあったわけです。しかしながら、先ほども5年前に、文科省の研究プロジェクトで脳の仕組みを理解しそれを治療していくというようなプロジェクトが立ち上がったという話もありましたが、それと前後して国際的な流れとしても、もっとその体の運動をコントロールしている脳そのものにアプローチしてそれを理解し、またそれをリハビリテーションしていこうというような研究の流れができてきました。この上 あのイラストは今前のスライドで私の研究で使っている機材というご紹介をさせていただいたのと同じですが、頭にこう刺激をするもの、ロボットで手を動かすもの、それから薬や肝細胞を移植して損傷した神経そのものをつなぎ直したり成長を促したりするような研究、それから、まあ、脳の中の電流をこう流れを制御するような方法、こうやって脳そのものをアプローチしていく研究の機運が高まってきたというわけです。
で論文あの学会の動向なんかをバッと見てみますと、例えば1990年ぐらいからは IEEE という、まあ、国際的な大きなエンジニアリングの学術団体になりますけども、そういったところで軒並み例えばリハビリテーションロボティクスという国際会議が発足したりですとか、神経システムとリハビリテーションという雑誌ができたりですとか、それからまた別の団体では神経リハビリと神経修復というタイトルの論文が出たり、神経工学とリハビリテーションという雑誌ができたりということで、1990年代ぐらいからこういった類の論文がたくさん増えてきているということからも、まあ、学術の世界の中で脳そのものを理解し治療していくというアプローチが一つの潮流になっているということが言われているかと思います。まあ、こういう流れを受けまして、2000年頃からは日本の中では脳を生かす研究会だとか、厚労省の、研究、それから先ほどもご紹介した文科省の脳科学研究戦略推進プログラムというもの、それから内閣府のプロジェクト、欧州なんかでも神経リハビリプロジェクトが2010年から発足していますし、総務省でも脳の仕組みを生かした生活支援をやろうということで、脳ネットの研究というようなのが立ち上がる、大きなプロジェクトとして立ち上がっているということからも、こういう分野が一つの潮流を作っているというのがお分かりいただけるかと思います。で、私の専門はその先ほどから申し上げているとおり、その運動に関連する脳のことですので、そこの部分に焦点を合わせてこれから具体的なトピックをご紹介していきたいと思います。で、その体が動くっていうことの研究で、特に脳そのものとか、まあ、体の信号そのものっていうことを扱う研究は、まずその体の内部の状態を知る、つまりまあ測ったりその状態を記述するっていうようなところから始まるわけです。まあ、体があってそれをセンサーでセンシングしてまあ分析するというものです。でも当然まあこうやって、まあ、これは例えば心電図を計測する無線のセンサーですけども、まあ、体にペタッと貼って体の中で起きている神経活動や筋肉の信号を計測して、まあ、外部に飛ばして検査機で読み取るとか、先ほどもご覧いただいたような MRI という方法を使って、脳から出てくる電磁的な信号をセンサーによって計測して脳の中を知るというような流れが出るわけです。で、私たちもその運動の制御の仕組みを調べる上では、こういう脳のスキャナー MRI を使った脳血流の応答の評価というのも使えます。で、こういう方法を使うと、私たち自身、つまり外科医ではない我々自身が、自分の研究仲間の脳の中の状態を非侵襲的に非外科的に詳細に分析することができるようになるんです。これ私のうちの学生のがそのスキャナーの中に入って右手をこうやって動かしてもらおうとした時の脳活動なんですけども、右手を動かす時には左の脳の運動野と呼ばれるところで神経活動が起きるというのが知られていますが、ちょうどその領域で血流が増えますので、こういうスキャナーを使ってみると運動野のところだけ局所的に信号が出ているというのが分かります。で、こういうのを A さん、B さん、C さん、D さん、いろんな人にやってもらってもみんな同じようなところでこう神経活動が出て、まあ、やっぱり健常者で、まあ、成人の健常成人の運動をするときにはこういう部分で神経活動が起きるようなとかっていうのが、まあ医者じゃない我々も計測できるような時代かなと。で、こういったものを実際我々は特に脳卒中の肩麻痺の患者さんを対象とした研究を多くやっていますので、脳卒中の患者さんに実際にスキャナーに入っていただいて、全く手が動かないような重度な脳卒中肩麻痺患者さんに手を動かそうと努力してください、まあ、そういうお願いをして撮ってみると、まあ、外から見ている場合では体の動きが出ないという意味では皆さん一緒ではありますが、こういう脳のスキャナーを使って見てみると、まあ、三者三様の脳活動をしているというのが可視化できるわけです。 A さんの場合はどこにもその信号が出ませんが、 B さんの場合は、まあ、先ほどの健常者の場合とは違う頭のてっぺん、これは足の領域に普通は相当しますが、そういう部分の信号が出ていたり、 C さんの場合は、まあ、確かに健常成人の方と同じところに活動出てますが、他のところにもまだらに神経活動が出て、要するにフォーカスした神経活動が起きずに脳の全体であちこちで過剰な活動が出ているというのが分かります。両側の運動野が出ていたりだとか、小脳に反応が出ていたり、まあ、こういった形で患者さんそれぞれが違う病態で運動が起きなくなっているというのが、こういう方法を使うことによって知ることができるということです。
でこういうスキャナーはあの病院の中でしかできないわけですが、まあ、我々はもっと簡単に脳の状態を知ることで患者さんそれぞれの脳の状態が今どうなっているかを理解したいということで頭皮脳という、ものを使った評価にも、そういうことも行っています。で頭皮脳波というのはこうやってスイミング棒みたいなキャップをつけてそこに電極を、組み込んでいるものですから頭に電極がこうピタッとくっつくようなそういうものです。でその神経細胞が活動するときはイオンの、まあ、ナトリウムイオンですとかカリウムイオンというのが細胞の中と外を出入りするものですからその周辺に電気的な変化が起きます。これが頭の表面上に、まあ電波を形成しますのでその電波を計測するというものになります。神経細胞は安静状態にしていると大体1秒間に8から13回ぐらいの頻度でもって活動を律動的に起こして、同期しているので外から評価してもこのように、まあ、いわゆるアルファと言われる 10Hz ぐらいの周波数で、脳波が計測されます。これが脳のアイドリング状態だというふうに解釈されていますが実際に運動が起きなくても脳の状態が運動しようという、シチュエーションに変わると神経細胞の活動パターンが変わってここに書かれているような波の崩れが見られます。まあ、こういうような脳の崩れが頭のどこで生じているのかっていうのを、まあ、コンピューターグラフィックスを使って可視化してみると、まあ、この上段あるいは下段のようにこれ左から右に向かって時間が流れているものだと思っていただければと思いますが安静状態では反応がなかったものが、まあ、運動しようとするとこのやはり右手をイメージしようとすると左側の運動や辺で信号の変化が起きるというのが可視化で見えるかできるわけです。で脳のスキャナーを使って出た場所と、まあ、よく一致する場所にこういう信号が取れますので、まあ、こういう信号によって、まあ、信号によっては普通の実環境の中でこういうセンサーをネットをかぶるだけで、信号を見える化することができるわけです。まあ、ただこういう脳の状態が脳活動というのが本当に脳の細胞の活動状態そのものを本当に評価しているかどうかっていうのは、まあ、いろいろと科学的には疑問があるところなので私たちはそれの信頼性をチェックするっていうような研究もしています。でこれは先ほどお話ししたコイルに電流を流してそれによって発生する磁場これを脳内に照射して、ターゲットとしている神経細胞に電流を流して強制的に神経細胞を活動させるという方法ですけどもこう被験者の方が手を動かそうとするでその時に先ほどの脳波の変化が生じた時このコイルを使って一次運動薬細胞を強制的にパチンと刺激してみるでもし本当にその脳波の変化が、脳の細胞の興奮状態を表しているんだとすると同じ強度で細胞をパチンと打ってもより多くの数の細胞が活動して手が大きく動くだろうとそういう、方法を使って本当に脳波の変化というのが実際の細胞の活動と関連しているのかどうかという評価をしています。そうすると安静状態で、まあ、こうパチンと頭を打つと筋肉の反応がピクッとこう動くでこれの大きさが今この状態で運動やの細胞がどれぐらい興奮しているかという量を表しています。で手の動きをイメージして脳波が少し変化したときに同じ強度で頭をパチンと打ってみると筋肉の反応が少し増えます。でもっと脳波の変化が大きく起きたときに同じ強度で頭をパチンと打つともっとたくさんの細胞が興奮して反応が大きく取れるということが分かります。まあ、こんなような、頭をこう刺激するっていう方法を組み合わせて我々が、非外科的にモニタリングしているその生体信号が本当に神経細胞の活動に関連しているのかどうかということを、まあ、評価する、まあ、そういうようなことを神経科学の分野では研究をしているわけです。でこういうことが分かってくると実際に、まあ、頭を実際開けずとも外から電気的な信号を実環境の中で読み取るだけでこの人の今運動や、まあ、脳の活動がどういう状態になっているのかということを本当にこうモニターができているねということが分かるわけです。でそういうことが分かってくる中で研究の大きな流れとしては、脳の状態を実空間で実時間的に分かるじゃあそれを使って何か外部の機械を、まあ、動かすようなことをやってみようつまり体がご自身の体が動かなくても脳活動が今どうなっているかっていうのを読み取れるのであればじゃあそれをロボットに
信号を送って自分の体の動きの代わりをさせることができるんじゃないか、まあ、そういう発想になってくるんです。まあ、ここのシェーマはそれを表していて、体から電気的なセンサーで信号を計測して分析をして、この方がどんな運動をしようとしているかという読み取った結果に基づいて外部機器を動かす、ロボットを動かす、まあ、そういうシェーマです。これが、まあ、脳の情報を使っていうだけじゃなくて、脳の情報を使って操作するという話になるわけです。で、我々研究者自身も度肝を抜かれた、有名な研究は、2006年のネイチャーに載った本です。これは実際には外科的に、まあ、頭蓋骨を一旦外して脳の表面に電極を置いて神経細胞の活動を直接的に計測する技術ではありますが、何しろ先ほど私が初回のお見せしたような運動やの活動が出る後にこのチップを置きます。これがこれコインですから、このいかに電極が小さいかというのもお分かりいただけますけども、これ拡大したのが右上です。一辺が 4mm ですから、 4mm 四方の四角の中に 10×10 合計100本の針が立っているものです。まあ、針でこれは痛そうだと思われるかもしれませんが、ここの長さが 1mm ぐらいなので、我々は私たちの学会でこれが配られて触ったんですけど、ブスッと刺されるようなすごくとんがったものというかは、なんかこうザラザラしたファスナーのような感じに感じられましたけども、まあ、こういったものを頭の、脳表に置いて外科的に脳活動を計測するという方法を使った人がいます。で、これはそのテーブルがここに出てきて、海外にその センサーの信号が伝わっているという形になりますが、その神経活動の情報をリアルタイムに分析することで、方位の首から下がマッチしてしまっている脊髄損傷患者さんの、運動しようとしている意図を読み取って、ロボットハンドにその情報を伝えて、ご本人の運動機とロボットに対させるという、そういう研究です。まあ識別する正答率が、まあ、時々こう誤作動するので、まあ、右に行ったり左に行ったり多少していますが、だんだん口元にペットボトルが、運ばれていって、飲むというようなこともできるようになって、まあ、これぐらいの時間の精度と空間的なその位置の精度でもって脳活動が直接ロボットなどを動かせるようになってきたと、まあ、そういうような研究が2006年に報告されています。これは脳活動ではなくて、もう少し脳の信号が降りてきた筋肉のところでセンサーを使って、皮膚表面からセンサーを使って計測をして、それで上肢、腕が切断してしまっている患者さんの腕のどんな動きをしようとしているかというのを読み取るものです。ここに白いコツコツがありますが、これ一個一個が電極で、計測した信号に基づいてロボットを動かします。で、こういう場合はより細かく、筋肉の信号を読み取ることができるので、もっとスピード的にも速く、そして空間的にも精度よく、それからできる運動もより複雑なものができるようになってきて、こんな風にロボットアームが、自分の体に装着した格好で動かせるようになるというのです。かなり複雑に3次元空間の中を指が動いて、いますし、こんなに小さな穴の中に、ペグを入れることなどもできるという、こんなような技術につながる。で、脳の状態や脳から降りてきている信号を筋肉のところで拾う、でそれを分析することによって手足が不自由な方の動きを、まあ、ロボットに代行させるっていうような、そういうようなことが2000年ちょっと過ぎぐらいからいろいろ目につくようになってきたという流れがあります。で、私たちは実際に脳の中の信号を外科的にこう、計測することはしていなくて、脳の表面から計測するということをやっているとお話ししましたけども、そういう方向だと当然頭蓋骨があって皮膚があって電気的に遮蔽するような構造が重なりますので、埋め込んだ電極ほど精度よく脳活動を分析することはできません。ただその情報処理をうまくやることによって、ある程度右手左手それから足運動の3種類ぐらいの辨別をすることができるようになってきました。ちょっとその様子をご覧いただきたいと思います。してもいいですか？そうですね、ぜひやってみてください。はい、お願いします。はい、挑戦する前に頭に電極を取り付けます。といってもグリスを塗って貼り付けるだけです。果たして BMI の操作は私にもできるのでしょうか？ど
か全然違和感がないですね。どうですか？これでできるんですね、はい。この前にですね、実際にやる前にヤスさんがどういうノウハウを運動イメージした時に出すか、はい、これを最初にコンピューターに教え込ませる必要がありますので、もう少し私の情報を、はい、私の脳波の特徴を装置に入力していきます。左右全身などの運動をイメージし、その時の脳波の特徴をコンピューターに覚え込ませます。実際にキャラクターを左右に回す時には、回す方向に当たる手を握るというイメージをします。調整は15分ほど。準備完了です。じゃあちょっとリラックスしてもらって、じゃあちょっとどちらかの指示を出したいと思います。こちらのイメージをやってダメですね、緊張してきましたすいません、本番にも本番にもみんなが見てるのになりますタレントなのにどうですね。気分を落ち着かせてもう一度、じゃあこちらのイメージをやってみてください。左に曲がりましたね。止まってきました。少し慣れると頭でイメージするだけでキャラクターを動かすことができるようになりました。まあ、こんな風に健常者が、まあ、運動、頭の中で運動イメージしているものを、まあ、読み取って外部機器を操作するということが、まあ、できるようになります。で、我々は筋ジストロフィーの患者さんで、この時は41歳の男性ですけども、10歳ぐらいの時に、まあ、小学校でよく転ぶから病院行った方がいいと言われて、で行ったら筋ジストロフィーだと診断され、だんだん進行性で運動麻痺が、運動障害が出てきて、現在はほとんど首から下が動かないような患者さんなんですが、まあ、ご協力いただきまして同じ方法を使って運動をイメージしてもらった時のノウハウに基づいてキャラクター制御というのをやっています。今や使ってこういう仮想世界の中を歩けるようになれば、実際手足が不自由な方でもこういうツールを使ってコミュニケーションをしたり、あるいはビジネスのチャンスが増えたり、まあ、そういうふうにつながっていくといいなというふうに思っています。実は実用化に向けた取り組みもすでに始まっています。筋肉が弱っていく難病のため手足を動かせない医薬母さん、 BMI を使った実験が続けられていました。この日は東京の医薬母さんと横浜にいる学生が離れた場所からキャラクターを操作、中で交流することにチャレンジします。宮久保さんが操作するのはこの白いシャツを着たキャラクター。一方こちらが4人の学生たちのキャラクター。学生たちはキーボードで操作します。仮想世界の中に作られた街、学生たちとはこのピンクの建物で待ち合わせ、宮久保さんはここを目指します。できますか？はい、いけるかどうかちょっとチャレンジしましょう。いいですね。宮久保さんの分身が動き始めました。待ってくれ、待ってくれ、たぶんうまくいかず池に落ちてしまいました。再スタート。今度はうまく方向転換し池をかわすことに成功。待ち合わせ場所はもうすぐです。こんにちは。こんにちは。あ、よろしく。学生たちは建物の外で待っていました。こっちですよ、こっち。学生たちと一緒に待ち合わせ場所に向かいます。スタートから20分、あともう一息。いけるかな。到着です。すごいすごいすごい、最後は建物の近くの海岸へ。みんなで綺麗な夕日を見ることができました。はい、そうですね、実際は外出が難しい宮久保さん。
きました。はい、じゃあどうもありがとうございました。やっぱり動けない人はやっぱどこ何か動かせるっていうことに使えるのかなと、将来的には、うん、そういうとこをやっぱ期待してるので、どんな革新的な技術も有効に使われなければ意味がない、それが押場先生の信念。すみません、ちょっと最後かっこつけすぎたんですけども、まあ、ちょっと見ていただきたいのは、むしろ映像で、まああいった患者さんと我々こうやって協力し合いながら、いろいろお互いアイデアを出し合ってこういう研究開発をしています。で、今のような脳活動を使って、あるいは生体の信号を使って外部機器を操作する、で特にああいう、まあ、当時研究していたのはインターネットのバーチャルリアリティ空間でキャラクターをこう操作し合ってコミュニケーションできるツールとして、まあ、話題になっていたセカンドライフというのを使ってましたが、まあ、セカンドライフに限らずインターネットでつながったソーシャルコミュニケーションを促進するようなツールと、こういう BMI ブレインマシンインターフェースを組み合わせることで、まあ、体が動かないことによって社会的なコミュニケーションがそう障害されるというものをテクノロジーで克服することができるんじゃないかという一つのショーケースとして研究をこうやってお見せしたわけですが、こういう技術研究をしていて、まあ、非常に遠いところを見据えた研究もしているわけですけれども、その中で培われてきた要素技術はもう少し違う形で焼き直すことで社会にスピンオフさせていくことっていうのもできるだろうということを考えています。で、一つがその生体信号を使って、いろんなアイコンを操作してパソコンの画面を変えたの切り替えたりだとか、コミュニケーションツール、例えばツイッターだとか、そういうので文字を簡単に入力できるような、そういうプラットフォームを作ってたわけですけど、じゃあこれだけ切り出して、まあ、社会に出すってことをすれば、もっと BMI が民生化するよりも手前でお役に立てるんじゃないか、そんなことを考えて、テックファームさんという、NTT ドコモのしゃべってコンシェルとかのバックグラウンドの技術を作っているような技術力の高い会社さんと共同で、そこの部分を切り出して、今無料で、アプリとしてこれを展開することをしています。ご興味ある方はぜひご覧いただいて、今はこれは技術はテックファームさんに完全に関していますので、テックファームさんの方でコメントフィードバックいただければ開発につなげていくということですので、こういったものも我々としてやっているというのをちょっとご紹介させていただきました。で、こういうスピンオフをさせながら、シーズを培っていって社会にトライしていくということをやりなさいということで、 JST のシーズ発掘試験というのを応募して、その助成をいただきながら進めた研究になります。これは中村先生の実は審査員でいらっしゃっていたんですけども、いろいろ叱咤激励していただきながら、なんとか形にできたと思ってます。今日ご一緒する縁ができたのでとっても光栄です。で、今までこうやってご覧いただいたように、脳の情報を使ってロボットを動かしたりだとか、脳から降りてきて筋肉のところに出てきているチームを使ってより精密にロボットを動かすとか、まあ、そういう技術が様々に出てきているわけです。で、その逆方向として、脳に外部から刺激を与えることで脳の情報をアシストするということもできるんです。これは携帯のカメラのようなものがここについていて、カメラで撮った映像に基づいて網膜を刺激して、目が見えない方に、まあ、映像を再現する、そういうようなものが、これは今 FDA が通ったところですし、それから先ほどの中村先生のお話にもあった人工内耳ですね、この外からマイクで拾った音を電気信号に変換して聴覚神経を刺激するということで音を聞けるようにするという聴覚支援のデバイス、こんな風に、まあ、脳と機械が、まあ、信号をやり取りすることによって失った機能を代替するような、そういう研究というのは進んでくるわけです。ただここでお話は実は終わりではなくて、私たちが一番最近注目している方法は、生体信号を記録して分析して、その情報に状態に応じてロボットを動かすだけではなくて、その情報を本人に戻してあげて、脳の中の情報処理の仕組みを直してあげるというような、そういう新しいパラダイムになります。こういう研究の私たちが考えた、こういうことができるんじゃないかと我々が考えた理由は、脳が柔らかな機能的変化をもたらす、特殊な臓器であるからです。ある有名な先生が、神経科学の先生が、脳は人間の中で唯一
個体の中で進化するほど進化できる臓器だというような、そういう言い方をされた方もいらっしゃるんですけども、要するに条件が整うと脳の状態が 自分で変化する変わっていくというようなものです。これはリスザルを使った研究ですけども、脳梗塞が起きた猿の手の運動を作り出している、運動野と言われる脳の細胞場所、これを調べますと、まあ、最初の状態はこんな風に手の領域が濃く示されています。地図ですね、この手の支配している地図です。でここに脳梗塞ができて、そのまま放っておくと手が動かない、動かなくなると、他に壊れてない脳の領域の手を担当していた機能までもが衰えていくと、小さくなっているのが分かります。ただリハビリをちゃんとその後していくと、壊れたところは治らないんだけども、他の脳の領域が変化をして手を担当する細胞に置き換わるということです。ですから機能的に置き換わるということです。でこうやって脳の中で条件さえ整えば、機能を再組織化して、適応していくという仕組みが脳に存在しているということです。でこういうのを先ほどのようなテクノロジーを使ってうまくリードすることができないかということを考えたわけです。で先ほどの宮久保さんも最初は、どうやってキャラクターを動かしているのか全然わからないとおっしゃっていたんですけども、毎日毎日使っていくうちにだんだんコツをつかんで動かせるようになっている。でそういう情報を見ていくと、我々テクノロジーは同じものを使っているのに、患者さんがノウハウをうまく出せるようになってキャラクターを動かせるようになってきているということは、あれほど慢性的に運動障害に、と付き合ってから来られていた患者さんでも、訓練することによって脳の状態が適応してくるということを表しているだろう、まあ、そういうことを考えて、これをうまく利用することで脳を治療するということができるんじゃないか、そんなことを考えたわけです。でアイデアは先ほどと全く同じ技術を使っていて、脳表から電気信号を計測して運動に関連した信号を読み取ります。ただ患者さん、先ほど脳のスキャナーの画像をご覧いただきました通り、患者さんによっては全然信号が出なかったり、ある患者さんが出過ぎていたり、まあ、いろんなパターンがあるわけです。で我々のテクノロジーを使ってその脳の状態をモニターして、麻痺している手を動かすときに必要な適切な場所から適切な量の信号が出たときだけ、麻痺手に取り付けたロボットが手の運動を解除してくれる。でそうすると体に残った感覚を伝わって脳は、今のような 状態で脳を活動すれば手が動くんだということを知覚できます。これを繰り返し行うことによって、脳にその運動するということはこういう脳活動が必要なんだよって成功体験を与えることで機能の改善を促すと、そういうアイデアです。当時はあんまりお金なかったので、家電屋さんでヘッドホン買ってきて自分たちでこう金属を曲げて電極を取り付けたりして、病院の中で限られた時間の中、患者さんでも患者さんがすぐに、ね、脳波を取れるようなこういうヘッドセットを使って、こうやってガンつけてゴシゴシとやるだけで5秒ぐらいで脳波が取れるようなシステムを開発しました。でこうやって左手が麻痺していますけども、麻痺した手に電動で手が開いたり閉じたりする装具を使ってもらって脳波を計測します。今安静にしてくださいって指示が出ます。で手を伸ばしてくださいと指示が出ます。脳波が正しく出るとモーターのスイッチが入って、積み木を離すことができます。でもう一回こうつまんでもらいまして、ここから訓練開始です。ここから指を伸ばす訓練をしてもらいます。で実験スタートですね。で力が入ったままの手が握った状態ですけども、ここから指を伸ばしてくださいと指示が出ます。脳活動が正しく出るとモーターのスイッチが入って手が開かれます。まあ、こういうふうに、まあ、5秒そのまま5秒手を伸ばす訓練、こういうのを反復していただくというようなことをやりますと、例えば、こんなふうに脳の状態が変わっていきます。これ左側はこういう訓練をする前の状態です。で右側の手が麻痺しているように絵を描いていますけども、先ほどの健常者の場合っていうのを思い出していただくと、この辺が本来活動すべき場所ですが、初回に全く麻痺、手が動かない患者さんだとこの場合は信号がどこにも出ません。ただ先ほどのような訓練を10日間していただきますと、ここに挙げているように同じ患者さんですけども、右手を伸ばそうとした時に左側の運動や健常者が本来信号を発生させるような、そういう場所から脳活動が出てくるようになるというのがお分かりいただけます。
こうやってやはり条件が整うことで脳は脳の中でその機能を再修復していくということが分かります。で、左側が初日、右側が訓練最終日10日後になりますが、うまく回復するとこれぐらい良くなります。まあ、こういう積み木は全くつかめなかった患者さんでも、まあ、まだぎこちないですけども握って離して握って離してというのを繰り返し行うことがこれぐらいのスピードでこれぐらいの正確性でできるようになるということです。上段は筋肉の信号ですけども、横軸が時間で触れると筋活動が出ているという意味になりますが、安静にしててください、指伸ばしてください、安静にしてください、指伸ばしてください、こういうふうに指示してますが、初回は反応がありません。で、最終日になると自分の痛みに応じてこうやって信号を出せるようになってきているということもお分かりいただきます。で、まあ、これだけしかまだ動かないじゃないかと思われるかもしれませんが、全く動かなかった手があれだけ反復的につまんだり離したりできるようになるだけで、改めてできるようになる生活動作というのはこれぐらい増えます。例えば両手運動というのは生活動作の中ではアシンメトリックになっていて、片方は器用ですけど片方は補助的に使えますので、まあ、否定が少し補助できるようになるだけで物を書くときに本を押さえることができます。歯ブラシを押さえることができる、洋服を押さえることができる、でこういう瓶も押さえることができる、料理するときも、切るものを押さえることができる、まあ、こういうふうに生活動作が、こう増えるということになります。これは中村先生の話にもあったインピアメント、ディサビリティ、そういっているそのそこの部分の橋渡しを、まあ、我々としてはこういうふうに考えているということになります。先生のお話とちょっと逆方向になってますけども、インピアメント、どういうインピアメントを直すことによってディサビリティが改善するかというのを、まあ、ちゃんとつなぐということを意識しながらの研究開発という意味になります。ですから我々はボトムアップ的な考え方で、しかし同じことを考えているというのが共通点としてご理解いただけると幸いです。今ご覧いただいたようなこういうシステムを脳安静期の脳卒中の患者さんが初発のにやっていただいて訓練してたわけですけども、これ結果をまとめますと、今44ちょっと切れちゃったんですね、44名の重度の患者さんにやっていただいて1日、40分間10日間連続して訓練をやっていただくと、筋肉の信号が出るようになった方が 66%、 麻痺が実際に改善したという状態になるのが 86%、で生活動作で、まあ、否定を使う率が増えたのが 80%、まあ、いうぐらいで、まあ、割と治療方法としては成績がいい方ではないかということで、現在さらにこういう製品化の目格を作って企業と共同研究をしています。でこれからのロードマップですけども、島津製作所ですとかその他の医療機器の製造販売会社さんと共同研究をして、こういったものを実際に世の中に出していこうという取り組みをしているというのと、それから今までのデータはずっと脳卒中の患者さんだけ行っていましたが、例えば処刑ですとかジストニアといって運動しようとした時に異常な脳活動になってしまって手がこわばってしまって物が書けないとかギターが弾けないという、まあ、比較的特殊な身体運動に関連した職業をやっている方が多いんですけども、こんなふうに文字が書けなくなってしまうようなジストニアの患者さんにも脳の状態をフィードバックして、今脳の状態緊張しすぎてますよ、もっと抜いてください、力抜いてくださいってフィードバックをすることによって、文字が、まあ、滑らかに書けるようになったという経験もしていますので、こういった脳卒中だけではなくてジストニアですとか不全の脊髄損傷患者さんなどでこういう方法が脳のリハビリをするという方法が使えるんじゃないかと、まあ、そういう適応拡大を目指した研究をしています。これは私のシェーマではないですが、 BMI ブレインマシンタクテスの教科書に載っているものですが、こういった技術が拡大していくとどんなものにつながっていくかというシェーマです。脳活動を読み取って運動を出力するということで、今日の話もありましたけども、まあ、車椅子を移動させたりだとかコンピューターカーソルを動かすような麻痺した手をの代償になるようなテクノロジーになるだろうという案ですとか、最後の話にあるように機能を回復させる、方法に使えるだろう、あるいは脳の状態本人は気づいてないんだけど今こんな状態で例えば、ね、今眠くなってますよ、起きてくださいってアラートを出すとか、これはまたちょっとビキョッとしますが腕が左手右手あってもう一本腕をロボットで動かして3本目の腕が動かせるんじゃないかと、要するに人間はバイリンガルとかトリリンガル、言葉のレイヤー何個か増やしても、まあ、覚えられる、まあ、それぐらいキャパシティがあるから腕も1本2本3本目できるんじゃないかって、そういう発想ですよね。その時期は第2期でということになるかと思いますが、まあ、そういうことを考えられていますし、その障害の克服というだけじゃなくて健常者がさらに効率よく運動を上達するためにも使えるだろうとか、まあ、そういうことにも使えるだろうというふうに言われています。
まあ私の話はこれで終わりですけども、今の話をまとめますと、まず第一にその脳科学で培われてきたような脳の状態を知るとか、それに基づいて外部機器を操作するというような方法を、医療福祉研究とブレンドした研究には、まあ、知るという研究、脳を知るということと脳の情報によって操作するということと、それから最後の話をやったように脳の状態を直す、そういうトレンドで研究が進んでいっている面があるということです。でこのブレインマシンインターフェースという研究はこういう流れを組んだ応用脳科学であるということで、身体を介さず脳と環境をつなぐという新しい学術上のパラダイム、まあ、いろんな問題提起をはらんだ研究分野であるというふうに言います。まあ、その研究開発の中で今日ご覧いただいたような、環境を制御する装置ですとか、それから神経リハビリテーションをする治療機器としての有用性が学術分野では認められつつあるという、そういう論考になっているということを結論として私の話を終わりにしたいと思います。ご清聴ありがとうございました。